団体名が、体復興支援隊ボディーガハマと言います、震災後に立ち上がった団体です。主に七ヶ浜町だけで、なってしまってるんですけど、まあ、七ヶ浜のために、活動している団体です。当時ですね、その柔道整復師という、はいはい、その国家試験を、受けるために学校に通ってたんですね。その残り1年で、試験だっていう時に震災が起こりまして、で仲間もみんなその同級生です。そういうマッサージのチームもあるといいんじゃないでしょうかっていう話を提案してもらった時に、当時まだ学生でしたので学校の先生、講師の先生に相談して、ですから震災から1年目の間は全員学生の立場で、先生と一緒に来て、で全員おかげさまで国家試験も合格することができましたので、それからはそれぞれがみんな活動して、他のところで柔道整復師としてボランティア活動している人間もいますし、休みが合えば仕事の休みの日に集まってまだ継続してやってます。もうちょっとやっていこうかなっていうところですね。やっぱり少し話聞いてあげたりしてもだいぶ喜んでくださるので、こっちもやっぱ楽しくさせていただいてます。やりがいありそうですね。結構はい、やりがいあります、今後も継続してやってくれる。そうですね、このまま少し、まあ、ちょっとの力ですけど少しでも継続していければなと思います。元も、はい、違うもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。自動車に例えるですね、大きい組織の人たちってのはやっぱり大きな車みたいな、なかなかこう曲がり方も曲がるの大変だったりとあると思うんですけど、自分たちは人数少ないですし、その分なんか小回りの利く活動をしたいなと。最近になってやっとおかげさんと出会う人って、さっき言うまで、ちょうど初めての方がいらっしゃって、やっぱりなんだろう、あの人たちはっていうところから入ると思いますので、ね、それはこっちもお世話になってるっていうところもありますので、ちょっとお邪魔してますっていう気持ちでちゃんと初対面であってもですね、こう触れ合っていけるのではないかなと。そういう人たちは一人ずつこう増えていくのが理想ですね。